当店当店は福島県で販売されている揚げ菓子。保存食として食されるとうもちを水で戻し、ドーナツ生地でくるんだものを油で揚げて作られる。揚げたドーナツ風生地の歯ごたえと、とうもちの食感の組み合わせが特徴。商品名は、とうもちの天ぷらの略称から。南相馬市原町区にあった株式会社機の旗が商標登録し、本社である有限会社、 小畑食品が実用新案及び特許を取得していた。特許上は餅、またはドーナツに分類される。1989年より、とう餅製造、卸会社の小畑食品は、地元のあやめ園内の露店の団子屋で、とう餅の天ぷらを販売し、平日でも1日1000個以上の売り上げを記録していた。1996年からは、餅の専門店、餅どころきの畑と、 業態転換し、看板商品として、当店の販売を開始した。福島駅や郡山駅に直営店を出店し、福島県内ではソウルフードとして親しまれるようになる。2011年2月にテレビ番組で取り上げられたことにより知名度が上がり、全国から注文が殺到し当店の売り上げは7倍になった。2011年3月11日に発生した。 東日本大震災で被災。福島第一原子力発電所事故で、南相馬市の本社工場が、避難区域となり、生産が不可能になる。その後、交流のある福岡県農型市の米化製造業者、持基地の支援を受け製造、販売を再開し、2014年には、宮城県名取市に完成した、愛島工場での生産を開始した。しかし、新工場竣工以降も、 風評被害などで売り上げは回復せず、また工場設置に伴う借入金負担も収益を圧迫し赤字経営を余儀なくされていた。2019年1月には売り上げの約3割を占めていた福島店を定期借地権満了のため閉店したことによりさらに苦境に陥った。福島店復活のためにクラウドファンディングを計画したが不発に終わり、 木の旗は2019年4月20日に自己破産申請を弁護士に一任し倒産した。その後、福島市でバーナルの販売代理店などを営む木下コーポレーションが当店の商標権及び機材を取得し、2020年9月29日にリニューアルオープンした東北自動車道国見サービスエリアにて販売が開始され、約1年半ぶりに当店が復活した。 木の旗と取引のあった業者が、名取市ゆり上げにある、川町テラスゆり上げで運営する木の旗、別品館にて、当店を再現した、本店を販売している。ありがとうございます。